したいの？最初は言われました。3億円集まらなければ比例区に10人立てられない、そう言って宣言を始めた。それはいいけど、じゃあ一体誰が立ってくれるの？半信半疑で多くの方がその事態を見守っていたかもしれませんけれども、脈々とその思いは伝わり、それは3億円を目標にした寄付金が日々寄せられ、告示日を迎えて2億円を超えるという事態になったところで、皆さんにようやく山本太郎のその思いが浸透してきたんだと思っています。それを選挙戦で表現をしてくださるのは比例区に出たこの方々です。その先頭に立って最初に名乗りを上げてくださった蓮池徹さんにこの場を借りてお訴えをお願いしたいと思います。なぜ山本太郎令和新選組に思いを寄せて共に戦う決意をしてくださったのか、蓮池徹さんにどうぞ拍手をお願いいたします。お力をお貸しください。よろしくお願いいたします。新橋 SL 前広場にお集まりの皆様、私蓮池薫ではなくて、薫の兄の徹でございます。よろしくお願いいたします。まず皆様の貴重なご寄付によりまして、立候補することができました。それから寄付をされた方々、ボランティアで一生懸命頑張っていらっしゃる方々、本当に心から御礼申し上げます。であれば、これは私たちは皆様の真の代表って言ったらおこがましいです、代弁者として国会の場に出て、そして皆様の声を伝え、国会の中の状況を皆様にお伝えする、その役割を担っていることは強く自覚しております。当選した暁にはそれを必ずや実行することを皆様にお誓い申し上げます。山本太郎の話を聞きに来られた皆様、もうしばらくお待ちください。はい、皆さん、山本太郎は比例区に立候補しました。そして特定枠に2名の候補を立てました。背水の陣です。山本太郎自身、退路を断った挑戦です。私は太郎を国会からいなくするようなことがあってはならないと考えています。なぜならば、今政界を見渡せば次の選挙のことばかり考えている、いわゆる政治家、そういう人しかいません。政治家というのは次の時代をどうするか、そのために今は何をするか、これを考えることなんです。そういう意味では、山本太郎を言ってほか誰がいますか？皆さん、次の選挙ばかり考えているという自民党、公明党、何言ってます？消費税 10%、 皆さん容認するんですか？ 10% 凍結ならいずれ溶けます。 8% でも苦しい。
私たちは消費税を廃止すると。じゃあ財源はどうするんだ、その話は後で話をするというお任せしますが、それから退路を断っている、まさにすいません英語で言うとステイツマンです、真の政治家だ。今の他の人たちは政治家です。皆さん自民党の CM のビデオ見てください。安倍首相自らポリティシャンって出ますから、自称政治家です。そういう人たちは態度をたくさん持っています。態度はたくさんあるけど進路はない、その場しのぎの棚上げ作曲にばっかりになる。で、何ですか、憲法を変えるのが争点ですって、ふざけんじゃないですよ。総理総裁が憲法を変えるってありえませんよ。そうですよね。それから棚上げ先送り、そのましのに年金問題だってそうです。少子高齢化だってとっくの昔に次の時代を考えていれば分かったはずです。少子化にならないような対策を打つべき。なぜ若い人たちが晩婚なのかとか、あるいは子供を産まないなとか、三人産めだとかバカ言ってんじゃないですよ。そういうことが、子供を産む産まないは結婚するしないはその方々の自由ですけれども、もし結婚したい、子供を作りたい、子供をたくさん作りたいという思う方がいらっしゃるならば、そういうような社会にしていくのが本当の政治じゃないでしょうか。進路もないのにこれしか道がない、そんな道に行ったらみんな路頭に迷いますよ。皆さん考えてください。このまま苦しい思いをして皆さん内向きになって黙っているんですか。さっき野原さんのお話にも ありましたけれども、沈黙ってのは同意なんですよ。同意するんですか。投票行ってください。投票率 50% ちょっとね、国政選挙で 60% にも届かない投票率で、こんなのが民主国家と言えますか。皆さん、皆さん投票にぜひ行って皆さんの意思表示をしてください。そして令和、あるいは名前でも結構、山本太郎、ありがとうございます。そして東京選挙区は今やって書いてください。我々令和新選組は異端児の集まりであります。実は私もそこの本社がある東京電力で32年間原子力発電所の仕事をやってまいりました。ちょっとシェア問題で、多少名前が知れ渡っているかもしれませんけれども、私は東京電力でそこに通ってました。あと福島第一にも5年間いました。居心地悪くて早く辞めました。そしたらあの事故が起きました。私は東京電力がちゃんとあの事故に対処していれば黙ってました。ところがどうですか、とんでもない福島を
馬鹿にしてます。まあ私がせめてもの罪滅ぼしのなればと思って言います。原発は禁止です。脱原発でもない、禁止、今すぐ禁止、禁止です。なぜかって言えば、こんなものは感情論でもイデオロギーでもないんです。冷静に理性的に考えれば原発など禁止なんです。冷静にと言いながら感情的になっておりますけれども、要するに世界の流れはもう脱原発なんです。日本は原発禁止、それに逆行しているのがこの日本のその原子力村と言われている人たち、あとはアベノミクスだか何か知らないですけども、3本目の矢だと言われた成長戦略の柱、原発の海外輸出、全部ポシャってるじゃないですか。この世界の潮流に逆行しているのがこの日本だけです。そして利権者のために、既得権益者が儲かるためだけに原発はやるんです。これも先ほどお話があったように、地域にお金をばらまいて、地域の人を犠牲にして、そしてまあ関東圏、東京大都市の人に便益をが皆さんにもたらされているというのが実態であります。もう大規模生産、大規模消費の時代は終わったと思ってます。東京はなかなか難しいかもしれませんが、地産地消電源、地域型電源にする日本中最適地はたくさんあります。あと東京はどうするかということだけだと思ってます。なぜ原発をやっちゃいけないか、簡単に言うと、まず核のゴミ捨て場がない。みんな知ってますよね。ものすごい数があるんです。ものすごい量がある。ゴミ捨て場がないのにこれ以上運転してさらにゴミを増やすんですか、とですかということです。それからプルトニウム、原爆の原料です。それも50トン近くあるんですよ、皆さん。これをどうするのかという問題もあります。2つ目は世界一厳しい基準、嘘っぱちです。こんなものは対症療法ハリボテ基準、私が名付けました。だってそうじゃないですか、津波が来たから防潮堤、でかい地震来たから耐震強化、電源がなくなったから電源車、水がなくなったから池作りますって、福島と同じことが全く同じことが起こると思ってるんでしょうか。皆さん、炉心溶融って分かりますよね。炉心が溶けちゃった、原子炉が溶けちゃった。私ら現役の頃はああいうことが100万年に1回しか起きないんです。1機あたりですよ、100万年に1回と言ってたのが、いっぺんに3機起きたんですよ。100万分の1かける100万分の1かける100万分の1、電卓叩いたらエラーが出るぐらいのとんでもない確率のことが起きたんです。だからもう何でもあり、何があっても不思議じゃないんです。そういうことを本当に考えるんだったら、わずか1年で世界一厳しい基準なんかできるわけがない。それが2つ目。3つ目は、避難計画なんて絵空事だってことです。皆さん、あの立地地域行ってみてください。逃げる場所なんかない、逃げる手段もない。つまりゴミ捨て場がない。規制基準はデタラメ、そして避難計画ができない。
スリーアウトチェンジです。それから私はずっと電気業界にいましたので、この原子力の裏の内幕というかそういうものを暴いていくつもりでいますけれども、一例だけお話します。福島の事故の後に国会事故調と事故調査委員会、その他にも3つ調査委員会ができましたけれども、その中で、黒川委員長はこう言ってる。規制側と電力会社の立場が逆転してる。規制側は電力会社の虜になってしまったと。意味わかりますか。簡単に言えば規制側は電力会社によって操られてるってことです。全部電力会社の自作自演です。安全審査とか偉そうなこと言ってますけれども、これは全部電力会社自作自演。安全審査書ってのがあるんですよ。それ作ってるの電力会社ですから。そして今何が行われてるかというと、まるで福島事故をなかったことにしようとしてる。皆さん、復興をアピールするために福島を利用するのはやめてもらいましょう。とんでもない話ですよ。皆さん、2011年の3月に発令された原子力緊急事態宣言、皆さんまだ解除されてないんですよ。8年経って解除されてない。そこを福島で聖火リレーのスタート、オリンピックで復興アピール、ありえないでしょ。復興してからでしょ。復旧もさえしてませんよ。皆さん、こういう同じことを言いますけれども、弱い人たちを権力者がいじめてどうするんだということだと思います。まだまだ内幕を言うとたくさんありますけれども、とにかく規制なんていうのは形だけで、全て電力会社が自作自演している。特に東京電力、今交付金という名でなんと8兆円以上も借金してるんですよ。8兆円ですよ。あの事故のおかげで悲劇ともいえる莫大な代償を支払わされた。それは皆様の税金であり、皆様の支払っている電気料金です。こんな代償を払ってです、借金をしてるんです。でも黒字なんです。黒字だったら早く返せよってことなんですが、皆さん、原発事故でかかってしまったお金借りて原発を再稼働してお金を儲けて返す、こんな冗談みたいな話はありえませんよ。私は東京電力の人に言いたい。東京電力は縦割り社会です。原子力以外の人たちは原子力がヘマやりやがったと。例えば水力火力配電送電やってる人は、原子力のやつらがなんでヘマやったのに、なんで俺たちが割り食うんだ、絶対そう思ってます。だからそういう人たちが被害を受けた方たちの賠償等の責任取れるか、皆様に寄り添った対応するとか言っていますか。そうはできない。じゃあ皆さん、東電の中にも原子力はおかしいと言ってると思う人がいると思います。近くだから言います。勇気ある東電社員の皆さん、原発反対しろ、原発禁止だ、そう声を上げてくれ。本当に皆さん、今
女の音で忘れてしまいましたね。やはりですね、この原発の仕事で何が起こっているかというとですね、まあ、地元にはお金がたくさん入る、これは交付金とか固定資産税とか核燃料税とかそういうお金が入ってきます。それで地域の皆さんが潤うかっつったら、そうなこと、そんなことはないんです。箱物ばかり出てできています。まあ、それは悪いとは言いませんけれども、じゃあ箱物ばかり作ってそのメンテナンスにお金がかかって基金がなくなったらまた原発建てるんですか。で、みんな地元の推進派はこんなこと言ってます。原発は郷土の宝だ、国益に資する郷土の宝だ、原発は人類を幸せにするとか、そういうアホなことを言ってます。そういう、私今新潟に住んでます。原発からわずか3キロメーターのところに住んでます。そういうことからも言えます、避難絶対無理です。田舎は幹線道路ってのは1本しかない、日頃渋滞してます。私この前伊方の原発行ってきました。伊方の原発は半島に立ってます。船で避難する人がいます。避難訓練やった時に大勢の人が船に乗り込んだ、避難訓練ですよ、船に乗り込んだ船長が何て言ったか、今日は海が荒れてて出航できない、こんな笑えない冗談みたいなことが起きてるんです。皆さん、原発なくても電気ありますか。で、皆さん電気料金の中に再生可能エネルギーの、賦課金っていうのが含まれてるんですよ。皆さん自然エネルギーを促進させるためのお金を皆さん電気料金で払ってるんですよ。だったらそうしなさいってことですよね。じゃあそろそろ時間来たんで、これ選挙の争うような問題じゃないけど、安倍外交について一言言わせてください。よく外交の安倍とか言ってますけど、本当ですか。海外夫婦揃って行ってお金をばらまいて、いろんなところで問題を起こしてます。一番行ってほしいところに行ってない。私は昨日、安倍さんもツイッターで金正恩氏に訴えてくださいって言いました。そしたらどっかのスポーツ新聞が、安倍ツイッターツイートしろみたいな書かれたんです。お前は総理に対して命令系かって言われました。まあそんなことはどうでもいいんですが、とにかく今みたいなやり方では私はダメだと思います。やはり任期中にやるって言ってたんですよ。それ任期伸ばしてるんじゃないですか。本末転倒ですよ。で、最近になってこの拉致問題っていうのは簡単なことじゃありませんとか言って、そのうち皆さん私のライフワークとかって言い出すかもしれませんよ。そんなことやったらみんないなくなっちゃいますよ。いや、私はもうこれは選挙で争う問題ではないので、亜生厚生とは言いませんけど、非常に憂慮しております。今令和がブームだとか言われてます。山本太郎が台風の目だとか言われていますけれども、そういうのに皆さん騙されないでください。まだまだ私たちは昭和であり、小さなサークル、インディーズですよ。でもインディーズだってインディーズバンドだって一発ヒット飛ばせるんです。
10人しかいませんが、将来10人がまず10人からスタートして、これから広げていく。今私が一番不満に思っているのは、党首討論に山本太郎がなんで出てこないんだ。昭和だからか。じゃあ絶対山本太郎落とさせない、当選させて党首討論でガチでやってもらうじゃないですか。皆さんも見たいでしょ。なんか予定調和みたいな討論なんか見たかね。本音を言える人に討論してもらいたい。今は身内で盛り上がってだけかもしれないですけど、私はそう思いたくないですが、だったらこの身内をどんどん広げて、もっともっと大きな輪にしていって、そして新しい波を起こしていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。